はい、始まりました。本日なんですけど、今日はある場所に行ってきました。そこはですね、ニトリさんに行ってきました。最近は無印良品さんによく行っていたんですけど、そこで買い揃えれなかったもの、だけど生活に必要なもの、といったものを何点か購入してきました。本当にニトリさんには生活に必要なものがたくさんありますね。ないものがない。頼もしいぞ。買いすぎに注意しながら購入してきました。皆さんが使っているものもあるかもしれません。参考になる情報もあるかもしれませんので、最後までご覧ください。それでは早速始めていきます。レッツー。仕事着買いました。どうぞ。ニトリの購入品発表していきます。まずはこちら。はい、マイクロファイバーキッチンクロス5枚組ですね。はい、こちら先日動画で布巾を手放していって、当たり前にね、無印良品で揃えれると思ったんですけど、買いたかった落ち綿布巾っていうものが売り切れていた。インド製で入ってこないらしい。こういう事情があったので、最近は食器を自然乾燥してちょっと出しっぱなしになって、キッチン周りが乱れていたんですよね。見てらんない。なのでこちらニトリさんで、マイクロファイバーの気持ちいいね、吸水力吸油力抜群のマイクロファイバーの質のいい布巾を購入してきました。色もベージュと白でいい感じです。5枚組なら多すぎずちょうどいいと思ったので購入してきました。洗い物をささっと拭き上げて、すぐ食器を片付けて、キッチン周りをスッキリさせていきたいと思います。本当に探してたから嬉しい。イエイ。次はこちら。はい、不織布3層マスク個別包装50枚入りですね。はい、こちらです。やっぱり今やマスクは必要不可欠なものですよね。最近マスクしてないおじさんとかいるけど、ダメだぞ。安心するな。はい、いますよね。ちょっと目線で攻撃してやりましょう。こちら自分がつける用というよりは、僕は自分で美容室を経営しているので、こちらでね、お客さんに使ってもらおうと思って購入してきました。お客さんには施術中にマスクをしてもらっているんですけど、カットの時は髪の毛を払えば大丈夫なんですけど、カラーやストレートなど薬剤がついてしまうものについては、ちょっとこちらとしても心が痛いんですよね。なのでこちらお店側がね、用意してあげて施術中に使ってもらおうと思って、こちらを購入してきました。もともと不織布、新たな壁。もともと不織布のマスクをして来店される方は、汚れてもいいよ、大丈夫だよ、なんてね、言ってくれる方もいるんですよね。繰り返し使えるマスクをしてきた方は、こちら喜んでいただけると思うので購入してきました。他で買って用意していたこともあるんですけど、こちらニトリにもあったんで、しかも一枚一枚ビニールに入っていて、渡す時にもお客さんに不安を与えないと思って、こういう細かい気遣いもしてお客さんを安心させていきたいなと思ったので、こちら購入してきました。好感度上げんな。いや、そういうわけじゃなくて、マジでね、この目見て。はい、こちら買ってきました。はい、続いてはこちら。はい、こちらですね。はい、こうやってね、ハロウィンの時に使う耳です。違うわい。こちら何かというと、 U 字型のね、便座カバーです。じゃ、汚いな。いや新品だから。はい、こちらなんですけど、僕が住んでいる物件はもう古い物件なので、便座にあったかくなる機能とかウォシュレットなんてついてるわけないんですよね。これからの寒い季節に便座カバーがないと生きていけないんですよね。お尻冷えちゃう。つけてなくて座ったらヒーってなっちゃうんですよね。ヒー。今もトイレはブラウンで統一しているんですけど、今回はちょっと色変更ということで、こちらのライトグレーの U 字の便座カバーを買ってきました。早速取り替えていきますね。レッツーゴー。はい、今トイレこんな感じでーす。ブラウンのトイレットペーパーホルダーに、ブラウンの便座カバー、ブラウンのスリッパ、こんな感じになっているんですよね。こちらもそろそろ取り替えようと思って買ってきました。早速変えていきまーす。どうぞ。取り替えました。こちらー。はーい、すっきりしました。トイレットペーパーのカバーは外してステンレス感を出しました。そして便座カバーは新しいものにしました。はい、なんかスッキリしてよかったです。気分が変わりました。はい、どうでしたか。僕的には大満足です。スッキリしました。はーい、来た。今日もこの時間がやってきてしまいました。ミニマリストがニトリで購入してきたものもあと一つとなりました。早速発表に移ります。ミニマリストがニトリで購入してきたもの、こちら。はい、水抜きサンダルです。はい、こちらでーす。はい、こちら見つけた時には驚きました。こんな商品があるんだ。これを求めていました。ベランダに一歩出ないと洗濯物が干せないから、スリッパを用意しているんだけど、
こちらを使っていたんですけどね。こちらのクロックス、嘘つくな、偽物だろ。こちら100均で買ったものなんですけど、それはいいとして、こちら置いとくとね、雨が降ったら水が溜まっちゃうんですよね。びっちょびちょ。だからって雨の日に中に置いとくのもね、なんか引いて置いとくのもね。だからちょっと我慢しながら使っていたんだけど、そんな時ニトリに行ったら水抜きサンダルってものが出てたんですよね。知ってました？これなら水が溜まってしまうこともなく、外に置いておけるんですよね。最高か。僕的には透明で、なんかデザイン的にもかっこよくて、すっごいいい良きです。はい、こちらどうですか？割といい感じですよね。僕の生活の中で少し引っかかっていた部分が解消されて本当に嬉しいです。これから使っていきます。はい、これでおしまい。はい、いかがだったでしょうか。今日はみんな大好きニトリさんでの購入品、生活に必要なものだけ購入してきました。本当に僕が言うまでもないんですが、ニトリさんってたくさんいいものがありますね。ほとんどのものが揃いますね。キッチン家電とかも売ってますからね。ランドセルも売ってる。僕が以前購入した洗濯機に貼るセルボールストッカー、バスタオルホルダーなんかもね、売ってました。あったんかい。あったんかいがニトリにあるんですよね。皆さんも僕から言うまでもないんですが、ぜひニトリさんに足を運んでみてください。はい、今日の動画が参考になったよ、新しい発見あったよ、いいねと思ってくれたらグッドボタンで教えてください。いつも評価ありがとうございます。コメントも本当嬉しいです。コメントで元気をもらいましたなんて言葉をかけてもらって、すっごく嬉しかったです。いや、僕の方が元気もらってるからね。本当に救われます。これからもそう言っていただけるように毎日頑張っていきます。これからもぜひ見てほしいので、チャンネル登録のボタンをポチッとよろしくお願いします。それでは本日は以上です。また会いましょう。バイバーイ。